はい、あれです。高須のパークがゴールデンウィークまで持たせるとしたら、どうすればいいか、こうするだろうなっていうのを今から見ていきたいと思います。ノーカットできますね。カミカミでごめんなさいね。ちなみに僕は、高須ダイナーを中心に奥美濃スキー場でゲレンデの状況をアップしております。はい、今日入っているのがスキーですね。でね、ゴールデンウィーク、あ、今日がいつかっていうと4月の19日月曜日です。だからゴールデンウィークの、始まりが29日でしょ、確か。だからあと10日ですよね。10日まで持つかどうかっていう話なんですけど、で今ね、数値的には、積雪高須のパーク70センチです。70センチね。で、70センチといってもこうやってね、0センチのところもあるんですよ。まあ上の方ね、70センチかもしれないけど、まあこんな風にこの要はよいしょ、これさ、これ下がさ、もうこの下、水が流れとるんですよ。うん、水がね。でね、まあ今から下まで、要はダイヤモンドクワッドリフト、うん、この下のリフトですね、あれで上で回すから、あれがダメになり次第もうダメだと思うんですよ、多分ね。まあ他にも手があるんだけど。はい、よくできますね。で、コブはどうなんだ、キッカーはどうなんだ、ジブはどうなんだっていうのは他の動画を見てください。はい、他にもアップしてます。で、今回はゴールデンウィークを、ね、持たせるためにさ、まずね、下にちょっとその重要ポイントがあるんで、ちょっと下まで、ノーカットだけどお付き合いください。コブがあるな。コブついでに楽しんでいこう。要はさ、この辺50センチとかあるじゃないですか。この辺にありますよね、雪ありますよね、この辺に。でこれをさ、かき集めるんですよ。かき集めて、下の方ね、あそこに機械があるんですよ。あの機械ちょっと見ていきましょう。今さ、足から端まで滑れるじゃないですか。これをさ、あの機械で、この辺まで来ると20センチぐらいしかないな。この辺は40センチぐらいあるか、40センチぐらいあるか。で、これですよね。この機械あるじゃないですか。4台ありますよね。で、まだここに止まってるってことは、これで何かしたいんですよ。何かするんですよ。で、ヘッドライトついてますよね。だから暗くなってから作業できるわけですよ。閉店してからね、スキー場が。で、僕が持ってるのは、このまま行くとね、まあ、先、この薄いところ、一番薄いところ、映しますわ。ちょっとお付き合いください。よいしょ。この下ね。で、こっちは後で撮りますわ。こっちは後で撮ります。まあ、こっち行きますね。こっち行きます。うん、この縁の方薄いじゃないですか。で、ここも薄いですよね。この辺も薄いですよね。この辺薄いんですよ。ここも薄いですよ。土見えてますよね。これ、土見えてますよね。で、この辺ね、この真ん中辺でも、なんとなく薄いんですよ、もう。これ、20センチぐらいしかないんですよ。で、あの辺でも、まあ、25センチとか30センチぐらいしかないんですよ。で、この辺見てください。こういう風です。うん。で、こっちはもう土見えとるじゃん。これから向こうダメじゃん。で、この辺が10センチ、15センチ、20センチ、30センチ、30センチあるかな？20、30センチ、25センチぐらいだよね、ここね。で、このリフトまでたどり着けなくなったら終わりなんですよ。うん、だから、僕はこうするだろうなと思ってるのは、持たせるとしたらね、ゴールデンウィークまでね、あの機械で、要はこの縁この寄せ集めて、このなんか通路、要は下にまでセンターハウスまで降りるのは今通路になってるじゃないですか。雪の道通路で、そういう風にするんじゃないかなというふうに思ってます。ゴールデンウィークまで持たせるならですよ。うん、それをやるかどうかっていう話なんですけど、やらないなら、まあ、今日月曜日でしょ。火水木金土、土曜日ぐらいに危なくなってくるんじゃないかな、やるとしたらね。まあ、多少やると思うんですよ。あの機械あそこにあるから、上からザー持ってきて、ここにブワーって巻くと思うんですよ。これもなんか雪が持ってるじゃないですか。この真ん中の道、若干これ画面でわかるかな、道みたいになっとるんですよ。この真ん中盛り上がっとるんですよ。
だってあそこの林道に雪は全くなくてここにあるっておかしいでしょ。あの森に雪がなくてここにもあるっておかしいじゃないですか、日が照っとんのに。ってことはあの機械で持ってきたんですよ。だからね、来週の土日まで持たせるつもりじゃないかな。で、あとは道み、あのゴールデンウィークまで持たせるなら、いや、さっき言った道みたいにするしかないですよね。うん、まあね、そうなったら道しかないからつまらんよね。うん、ゴールデンウィーク道だけど、要するにシーズン始まりみたいなさ、スキー場になっちゃうよ。その割にはあのゴールデンウィークだから、あの混んでるっていうね。それでわざわざお金払ってね、来るかどうかっていうのと、あとシーズン券の人が来るだろうね。あと券買っちゃってるんだよっていう人が来るだろうね。ですね、まあそんなとこですわ。うん。あとこの後、下まで降りて、いつまで滑って降りるのかっていうのを、撮りますんで、もしよかったら、うん、見てください。うん、あと、これ言ったっけ、コブとかね、ジムとか他の動画見ていただければなというふうに思います。これまあ、スケスケスケ、40センチぐらいあるね。だから集めれば真ん中にね、いいと思うんじゃないかなというふうに思います。カミカミでごめんなさい。はい、じゃあ他の動画も見て、じゃあね、バイバイ。